ボートレース平和島の熱戦。ここからは明日のファイナル進出を目指す準優勝戦3つのカードが続きます。まずは1つ目第10レースからご覧ください。作戦待機行動は6号艇の出端、スタート展示同様動きを見せていますがどうでしょうか。対戦メンバーは1号艇川原博明、2号艇三河隆明、3号艇吉原清人、4号艇渡辺俊介、5号艇江本健二、6号艇出端貴則、以上6選手の対戦。インコースは1号艇の川原博明、初めての平和島登場、そして予選オール2連隊の活躍、得点トップ通過となりました。自身の初優勝を目指す一戦です。2コースは2号艇の三河隆明、前半レースは指してシリーズ4勝目が上がっています。センター3コースには3号艇の吉原清人、そして4コーススローです。4号艇の渡辺俊介、渡辺は前半レース勝利が上がりまして初日以来の白星、そして後方に2艇がボートを引いて結局定番通りの進入となります。5コースは5号艇山本健二、サイアウト6コースに6号艇の出端貴則、スタイルは4対2と分かれました。風は向かい風のコンディション。第10レース準優勝戦、並び合う内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インコースタートは1号艇の川原、5コースから5号艇山本もスリットわずかに先行して1周1マークへ向かっていきます。さあインから1号艇の川原が逃げていきますが、その内側狙って4号艇の渡辺、外は5号艇の山本、後方では若干もたついた感がありましたが、先頭は1号艇の川原が押し切っています。スリットラでは4艇身前に出ました。2番手は4号艇渡辺、続いて2艇身から3艇身後方に2号艇の三河が現在3番手の位置、懐入って5号艇山本、なおスタートは前提正常でした。1周2マークから直線コース、先頭は1号艇の川原がリードを取りました。2番手は4号艇の渡辺が追走、1番4番とホームストレッチ、3番手はわずか2号艇三河優勢ですが、すぐ後ろには5号艇の山本、さらには3号艇の吉原が追って、レースは2周目1マーク。さあ焦点は3番手接近した攻防となっています。先に5号艇の山本が運んで、これを指して2号艇の三河でバックスイッチですが、ここは若干もたついて5号艇の山本が3番手をリードしました。体勢は1番4番5番の順となりました。先頭は1号艇の川原、2番手は4号艇の渡辺、1番4番と2周目2マークを旋回して、3番手も5号艇の山本が後続との定冠を開いています。前の体型は1番4番5番、3艇が抜け出して直線コース、レースはこれから最終周回へと向かっていきます。4番手以降は低間隔空いて、後方は2号艇三河、3号艇の吉原、最後方は6号艇出端が追っています。前提が最終周回へ入りました。先段は最後のバックスレッジ、先頭リードは1号艇の川原、2番手は4号艇の渡辺、3番手は5号艇の山本、上位の体勢は1番4番5番で、残り 300m からラストコーナーへと向かっていきます。1号艇の川原が先頭、4号艇の渡辺が2番手、さあここは唯一1番乗りとなりました。1号艇の川原先頭で直線コース、2番手は4号艇渡辺、3番手は5号艇の山本、準優勝戦第10レース先頭1番の川原ゴールイン、2着は4番渡辺、3着は5番山本ゴールイン、後ろは2番三河、3番吉原、最後方は6番の出端ゴールインです。